はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではドラゴンズドグマやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回メインクエの方ですね、やりました。苦戦しましたけどもね。さらなるパワーアップのために、今回はソーサラーの方を鍛えることにしました。そしてポーンのフェリスちゃんもソーサラー、ソーサラー2人でやっていこうと思います。もう一人のポーンのアフロちゃんは、セージがね、レベル3までちょっと上がってるのでね、シールドセージですね。ちょっと調整のために3までは2人でやっていこうと思います。この辺のクエをとりあえず、ボードクエを受けてっとパパッと上げましょうね。で、装備がないんで、ほぼ、ポーンの人は下着状態になっております。恥ずかしいですね。さっさと上げて服着せてあげないとね。さあさあ、完全に初めてなのでどういう感じかちょっとわからないんですけど、やっていこうと思います。とりあえず外出てみよう。まだまだ鍛えたいのがいっぱいあってね、なかなか時間が足りないですな。ハンターも鍛えたいんですけどね。基本はマジックボール、これなのかな。ああ、これが基本ね。トラップん、ああ、これね、これなんだろう。ああ、3を連打しろってこと、これ R3 連打すれば速くなるってこと。栄翔がなかなか大変そうだな。まあ、とりあえず最初はボールで。ああ、この感じはプリーストで慣れてるからやりやすいかも。狙いやすいね。おお、強いじゃないか。いきなり1なのに。あ、でもちょっと囲まれるとつらいよね。お、もう上がった。早く3にして追いつかなきゃ。あ、そうだ、もう1個使えるんだったら、今フェリスちゃんが使ってた、なんだっけ、こっちか、ファイヤーストーブ。ああ、なるほど。よし、テルの方も受けに行こうか。ちょっと敵が強くなるけど大丈夫かな。敵を発見、油断なき。お、備えてる暇あるかな。ああ、ダメだ、殴られた。やっぱセージで引きつけてくれないときついっすね。ケリちゃんがなんか叩いてる。あ、燃やしてる燃やしてる。おお、強えやん。ファイアーストーンも強えな。燃えてるよ。戦闘終了、我々の勝利。マジックトラップはどう使ったらいいんだろう、これ。敵勝手に狙ってくれるんかな。戦闘態勢へ行こう。あ、狙えるわ。こういうことか。
うん、ダメージ与えてる。なるほどなるほど。あ、外した。動かれると当たらねえなこれ。うん、もうすぐ3になっちゃいそうだな。テル行くまでになっちゃいそうだから。不意打ち。いいね、楽しいぞこれ。なかなか回避する。マヌケじゃねえよおめえ。お前だよマヌケは。対象沈黙。まずまずの戦果。アポロちゃんどれぐらいだったかな。確か3の後半だったような気がするからな。できた後半まで。倒せそうな敵がいないかね。いたいた。敵を発見。油断なきよ。いきなりトラップ。おお。かかってるトラップに。戦闘態勢へ移行。基本能力上昇。三やった。早いな。あ。燃えせ。燃えた。楽しいな、なかなか。あ、でも確かにちょっと近寄られると辛い。気づかれると辛いな。後ろからこそこそならいいけど。ちょっとお前こら。よし、とりあえずここで呼び出せるかな。我々の勝利。ああここでは無理か。やっぱりちょっと戻ろう。よし、アフロちゃんおいでー。ご活躍に花を添えてご覧に入れましょう。レベル話しかけるじゃねえ。あーもう上がりかけだね。まあいっか、ちょっとぐらい。じゃあテル向かおうかね。あーもうワープしていこう。ボードクエスト受けて一気にレベル上げちゃおう。まあでも回復がいないからね、ちょっと気をつけなきゃね。アイテムでしか回復できない。また強くなってしまったのか。あ、もう速攻上がってる。よし、敵排除しに行くぞ。リザードマンはちょっと辛いだろうからまだ無理だな。
こいつらならちょうどいいか。レッドキャップ、ちょっと強いか、蜂だと。まあいいや、あ燃やそう。燃えろ燃えろ。あ向こうも燃やしてる。ここは私の出番ですね。嬉しそうだな。こっち来たよこっち。引きつけてちょう。あ当たってない。あれ当たってねえ。脅威の排除完了。まだちょっと完全に感覚がつかめないな。慣れていくしかねえな。海岸だな。嫌いではない。強敵と相対する高揚感。脅威となる敵発見。慎重に。こっちか。注目して注目。よし。燃えろ。対象沈黙。まずまずの戦果。8になればそれなりに装備が多分揃えれると思うんでね。8までは頑張らなきゃ。ほぼ裸で。俺だけ服着てんだけどね。まあさすがにおっさんの裸は見たくないでしょ。裸というか下着姿はね。ああそう、戦闘終了、我々の勝利。これ R3 連打して本当に速くなってんのかな。勝利の美酒を竜と。あ、緑がいる。緑はやっとかなきゃ。クエスト対照的ですから。敵排除開始する。死ぬ意図はないのですが。やばい。もういいよ君は。戦闘態勢へ行こう。血を見たくはないのですが。おお、あそこにいるけど勝てるかな。12でしょあいつら。いや無理だな。でかいのあれ無理だな。さらば。あいつ確か20何歩だったはず。でかいのはリザードマンを後にしてと。とりあえずこのレッドキャップを。脅威となる敵発見。慎重に。逃げるか立ち向かうか、いつも悩ましい。あーフェリスちゃんやられてる。
かなか粘るなこいつ。よーし、おお強くなった。ちょっと一回戻ろうか、スキル設定したいし。よし戻って宿場か。サンダーゲージゲート。で、スローライト、まあ、ゲットだけしとこうか。よし。じゃあ今度ローテス行こうか、早いかな。まあやるだけやってみよう、ボードクエスト受けて。ローテスにはニック敵がいるからな、散々政治で苦しめられた。飛んでるやつ、ソーサラーなら楽勝でしょう多分。まあでも動き回ってるからそうでもないのかな。プリーストならね意外と簡単に倒せるんですけどね、追尾してくれるからね。あとアイテムも失礼、すぐいっぱいになるから。しまっとこう、うん、これだけ受けとこうか。いや、当然の結果です。任務終了。船は良きとも。これね、一時すごいレベル高くされちゃったんだけど、またレベル戻ったので。よし、出たぞ、憎き敵。こいつらいきなりトラップでいいかな。ああ、無理だ。サンダーゲージ使ってみよう、どんな感じ。ああ、エムチャさんがよく使ってる、発動早いねこれ。ああ寝かされた。助けて。あーでもこいつは辛いな。近く行かなきゃいけないからな、このサンダーゲージ。もうやっぱりこいつらうぜえ。間違えた、あーうち。やっぱりハーピーはうざいわ。うん、なんかいい倒し方ないかねこれ。
近く行かなきゃいけないからな。お前ら飛ぶな。当たんねえ。超善だけど届きませんよ本当に。当たんねえなー。炎でこうやって燃やすしかないかな、近寄ってくるところ。敵排除開始する。血を見たくはないのですが。よし、とりあえず一匹。お、エリスちゃん頑張ったね。くぅ、こいつ。お、当たった。今だ。あー、炎症が間に合わん。まあボタン間違えたんですけどね。くそー、こら折れてこい。こら、あー、ムカつく。よし、当たった。飛ばすか。まだいた。しびれろ。あー、当たんね。届きませんね。おぜえ。この野郎。当たんねえな、ほんと。くそし。当たれ、こら。もうむっちゃ腹立つんだけど、こいつ攻撃するわけでもなく、うろ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 だけしやがって、この野郎。お、当たった。くそ、当たったけど単発じゃダメだ。落ちない。ちょっとなんとかして。お、やっと落とした。もうこいつむっちゃうぜ。ハーピーやりたくねえな。まずまずの戦果。お役に立てたなら何より。リザードマン大丈夫かなこれ。よし、頑張れ。あー、こっち来た。燃やす。あんまり減ってないな。しかもこっち来た。やべやべ。
あんまりダメージ与えれんな。やばい、箱。さすがにちょっとローテスはまだ早かったか。頑張れ頑張れ。しびれてくんねえかなこいつ。お、上がった。よし、あと1匹。ファイアストーンも当てんの難しいなこれ。あー逃げんな。届きませんね。対象沈黙、まずまずの戦果。あ、これ違う。アイテムかと思ったら違う。少々傷を負ってしまいましたね。とりあえず報告しよう。いや。あと、クエスト、アンデッド、ゴブリンファイター、ローグハンター。ローグハンターはまだきついな。まあ、どっちにしろもう時間ないですね。とりあえず戻ってと。スキルだけ設定して終わりましょうかね。なんか使えるかな。あ、まだだった。6だった。あ、でもレベルアップできるね。マジックトラップの展開により敵の体勢を崩しやすくなる。ああ、これもじゃあゲットしとくか。外さなきゃいけないのこれ。まだ何もできんな。これ全部外さなきゃいけないのめんどくせえな。元に戻るかな。アビリティなんとかね。これでレベルアップ。おう、はい、それでは今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。またレベルの方を上げておきまして、中間ぐらいでまた、動画撮ってみようと思います。それでは次回もよろしくお願いします。ではさようなら。